ルートメールティテは、リトアニアの競泳選手。2013年7月時点での女子100メートル平泳ぎ世界記録保持者で、ある。また、15歳にして9つのリトアニア記録を有している。イギリスのプリマスにて練習している。姓、名ともに長母音が含まれるが、日本のメディアでは、ルートメールティテと表記されることが多い。 2011年の欧州ユースオリンピックフェスティバルでは100メートル平泳ぎで金メダル、50メートル自由型で銀メダル、100メートル自由型で銅メダルを獲得した。2012年のロンドンオリンピックでは100メートル平泳ぎ、準決勝で1分05秒21を記録し、ヨーロッパ新記録を受立、決勝で金メダルを獲得した。リトアニアの選手が、 オリンピックの競演種目でメダルを獲得するのは独立回復以降初めてのことであった。また、15歳での金メダル獲得はリトアニアでは史上最年少の快挙である。2013年世界水泳選手権では100メートル平泳ぎ準決勝で1分04秒35を記録し、世界新記録を受立、決勝で金メダルを獲得した。 また50メートル平泳ぎ準決勝でも29秒48の世界新記録を樹立したが決勝で惜しくも銀メダルに終わった。リトアニアの選手が競泳種目において世界記録を有するのは独立回復以降初めての快挙である。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは100メートル平泳ぎで決勝に進出するも記録は1分07秒32で、 7位に終わった。ありがとうございます。